エリーザベト・フォン・ゲルリッツは、ルクセンブルク女皇。ルクセンブルクや最後のルクセンブルク領主。神聖ローマ皇帝カール4世の息子ゲルリッツ皇、ヨハンの一人娘で相続人。母は、スウェーデン王剣メクレンブルクシュベリーン皇アルブレクトの、娘リヒャルディス。ローマ王アルブレヒト2世妃エリーザベトは10枚にあたる。叔父の皇帝、ジギスムントは、自身の重慶。 ヨープストと交渉中、すでにヨープストの所領ルクセンブルク公領を抵当に入れてエリーザベトから借金をしていた。これに対する返済の一部としてエリーザベトはルクセンブルク公を継承した。ブルゴーニュ公国のジャンムカシコ公の弟、ブラバント公アントワーヌと1409年に結婚し、二次を設けたが、いずれも創生した。アントワーヌは、 ルクセンブルクの貴族の反乱を3度にわたり、鎮圧したが、1415年にアジャンクールの戦いにおいて戦没する。シモバイエルンシュトラウビング公ヨハン3世が2人目の夫となったが、1425年に死別するとエリーザベトは多額の借金を抱えた。これを解消するため、1441年に、昔国王の息子で先父のおいにあたるフィリップ。 全領公と階段を持ち、借金の方として、エリーザベトの死後、フィリップがルクセンブルクを継承する取り決めをした。しかしフィリップは1443年に軍を率いて、ルクセンブルクに出兵し、エリーザベトを追放して、ルクセンブルクを併合した。1451年に、エリーザベトが死去した後、10枚、エリーザベトの縁者が、ルクセンブルク公くらいをめぐって、 フィリップ全領港と争った。ありがとうございます。